活用するかっていうのを見てみたいとは思いますけど、うん、お高めのストレートカウントをよくしとけばね、あの問題ないとは思いますけどね、はい、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。バッターのエンリケスは33歳のベテラン、オリンピックはアテネの金、それから北京の銀、 WBC も2006年2009年と出場しています。フォアバットが止まりました。林さん、このミッチェル・エンリケスという選手ですが、はい、イスラ・デラ・フベンドゥ青年の島という離れ島、本当に本当に小さい島の出身の選手です。この島には多くの日本人が移民として住んでいて、そのため原田さんとか島津さんといった日本人の名前、その方々が日本の農業をそこに根付かせて、そこでできたスイカがミッチェル・エンリケス大好物ということなんですが、いやこれはね、今の山口のボールは素晴らしいボール、150キロアウトサイドに決まって見逃し三振、はい、続けてください、はい、あのそのミッチェル・エンリケス選手ですが、チームキャプテンはグリエルですが、このキューバのチームの精神的支柱になる選手です。あ、なるほどね。これはしかし山田さん、山口は素晴らしいボールを決めましたね。いいボールだね、まあどんなバッターでも、はい、どんな一流どころでも、今のボールなら、そんなに心配ないですね。そうですね、はい、打順がトップに帰ってカスティーヨ。ただ、林さんあれですね、まあキューバのメンバーがこれどうなるかっていうのはまだこうはっきりはしませんけども、キューバの今選ばれた選手もかなりベテランぞろいになってきた、若いのとベテランがはっきりしててね、そうですね、中間っていうのがだんだん少なくなってるように見えますね、ですからあの根下監督も言っていましたが、チームがその過渡期でね、やっぱりその若手、その中間層ももうちょっと強化しなければいけないんだと。中間層の伸び悩みっていうのは今キューバのね、あるように見えますね、今出てるこのベテランと言われる人は1回大会、はい、2回大会元気でしたからね、そうですよね、バリバリの若手って言われた人たちですからね、2対0と侍ジャパンリード、ワンアウトランナーなし、ファーボールです。ワンボールツーストライク。まあ、あのメサ監督によると9割方はこのメンバーで3月も臨むだろうと、ただピッチャーで4人ほどその代表に入れるぐらいの力を持ったピッチャーを置いてきてるんだというような話をしてました。ピッチャーゴロ、ちょっと送球がちょっと乱れましたが、ツーアウトを取りました山口。牧原さんどうですか、ここまでバッター2人。そうですね、落ち着いて投げてますからね、はい、まあ、この本番でこういう感じで投げられたらね、そうですね、まあいいとは思うんですけど、まあ、全然違う雰囲気っていう、フォアボール出しても、ツーアウトからフォアボール出しても嫌な雰囲気になる、こう見てる方にも力が入ってしまうっていうのがね、本戦でしたから、はい、さあツーアウトを取りまして、山本浩二監督もウィンドブレーカーを脱ぎました。2対0と侍ジャパンリード、山本浩二監督の初陣のゲーム、住谷のホームラン、そして相手のエラーで2点目を取りました。しかしそれには角中のあの素晴らしい守りと、そして高打高走塁があって、それが得点につながりました。新生侍ジャパン、平均年齢26歳という若いチームが2対0とリードしています。センターへ、高めのストレートを弾き返しました。フェルナンデスのヒット、2アウトランナー1塁。いや、 やっぱりちょっとつまい気味でも山田さん持ってきますね、高いところね、高いところは高いところはなんとかしてきますよね、さあそしてキューバの主砲キャプテンのグリエルを迎えます。今日はグリエルはここまでセカンドフライ、サードゴロ、そしてセカンドライナー、ヒットがありません。9回の表、2アウトランナーが1塁、2対0と日本がリード。だからね、ええ、本番になったらね、こういうだけでこういう時にやっぱり監督とかコーチが行く場面がやっぱ出てくるんですよね、初球打っていきましたがファールボール。だからそのタイミングというのは非常にこう国際試合になればね、
大切になってきてね、やっぱ落ち着かせなくちゃいけない、どうしても勝負焦るんですね、ピッチャーってのはね、今の山口なんかそうですよね、そうですよね、初球ちょっと甘いところに行きました、早くもう勝負を決めたいっていうね、そういう気持ちになりがちですから、そこをやっぱり少しこう冷静にさせて抑えてね、勝負を慌てさせないっていうのも、大切なコーチの仕事になってきますよね、グリエル初球ファール、2球目高めの球打ちました、ファールボールです、まだ遅れています、147キロの山口のストレート、2ストライク合戦、さあ新生侍ジャパン山口がマウンドに上がりまして、山本浩二監督としては7年ぶりですね、このユニフォームを着るのは2008年の北京オリンピック以来という、この山本浩二監督率いる新生侍ジャパン、初勝利にあとアウト1つ、ストライク1つです、引っ張ってショートゴロ正面、坂本掴んだ、セカンドへトス、井端がウイニングボール、がっちりキャンパスを踏みまして、スリーアウト、試合終了、2対0、日本勝ちました。来年3月の強力なライバルになるキューバ代表に対して、この26歳という平均年齢の若き侍ジャパン、見事2対0、投手陣がよく頑張り、そして住谷のホームラン、相手のミスにつけ込んで2点目を取るという、まさにスモールベール、スモールベースボールで侍ジャパンが見事に初勝利、山本浩二監督新生侍ジャパンの初勝利です。いや本当に、まあそういう意味で言うと槙原さん、若いチームですが最後まで落ち着いてましたね。いや本当そうですね、いいところもたくさんありましたし、まあ、ピッチャーがね、とりあえず抑えるっていうのはやっぱり日本の野球で一番ね、大事なところだと思いますから、そこが出たっていうのも今日の試合は大きいかもしれませんね。そうですね、山田さん、まあ本当に国際試合らしい緊張感の中でこういう接戦をものにしました。あ、それはね、選手自体がね、やはりキューバってどんなチームなんだという、その不安と、その力量っていうのは自分たちが聞いてるのとやっぱり違うんですよね、実際はね、そしてこう、お互いにグラウンドで戦ってみたときに、どのくらいなんだってのはやっぱ肌で感じるんですよ、この感じ方がね、こうやって勝つことによって、やれるじゃないか、戦えるじゃないかという、こういう自信がやっぱり大きくなってくるんで ね、 そうですね、単に勝ったっていうだけじゃなくて、内容的なものも今日はいいですよね、しっかり守るところは守るっていうことですから、ああ王さんですね、王貞治最高顧問、そして加藤コミッショナーの姿も見受けられます。いや本当に船出スタート、初陣としてはいい形で山田さん、そうですね、ゲームを勝てることができたんじゃないですか。2回大会の時もね、この加藤コミッショナーと王さんがですね、ずっとついてきてくれましたね。そうでしたね、心強かったですよね、いろんなこうアドバイスもいただきながら、こう勝ったらですね、必ず選手とか監督の元にですね、来て、いろいろ話していただきましたよね、決勝戦でね、最後まで王顧問も、そして加藤コミッショナーも笑顔っていうのは出ずに、そうでした、優勝が決まってから決まってから初めて笑顔を見せられた、心配かけました